明神修弁伏像、万力帝は、明朝の第十四代皇帝。意味名は、翌日。妙号は神宗。死号は、反転合同明宿圧官公文書、竹安人志織高健皇帝。日本では、一般的に知性の言語を取って、万力帝と呼ばれる。高吉帝の第三子として生まれ、十歳で即位した。即位直後は、 首席大学士、超巨星の手腕により、両税法に代わる一条弁法の導入、無駄な官職の撤廃、全国的な検知、無用な公共事業の廃止などにより財政は好転し、満州の助身も理性量により一時的に落ち着いた状態となり、内外政で大きな成果を上げた。また三角自身も幼少年期には聡明利発で、将来の大気と目されていた。しかし、 万歴十年にに、超巨星が死去し、申請を始めると一転して堕落し、長期定期費の偏愛による立大使問題が起きた。また、日本の豊臣秀吉が引き起こした、朝鮮の役においては、宗主国として朝鮮を援助し、それ以外にも、姉家の敗の乱、万州の溶応流の乱の鎮圧などによって、軍政の腐敗と相まって財政は悪化した。さらに、 朝廷の中では、古堅主義が復興した、東林諸位を中心とする、東林党と、義中堅ら観岸勢力と結んだ非党林党の争いが激化して関岸が跋扈するようになり、また、満州の女神も、ぬるチの下で、民の遠征軍を破るなど強大化して、国事多難となった。しかし、万歴帝は相変わらず、政治に関心を持たず、国家財政を無視して、個人の蓄財に走った。 官僚に欠員が出た場合でも、給料を惜しんで、それを補充しないなどということを行い、このために一時期は、閣僚が一人しかいない、あるいは、地方長官が規定の半数しかいないなどという、異常事態となった。さらに悪化した財政への対策として、全国に、税官と呼ばれる官官の長税官を派遣して厳しい、搾取を行った。この搾取に反対する民衆により、 税関たちがたびたび殺される事件が起こったが、万力邸は最後まで廃止しようとはしなかった。国家にとって不可欠な出兵を占む一方で、私的な事柄にはすさまじい贅沢をした。例えば、定期費の子である福王主、上費を出を合いし、その結婚式のために30万両という金額を使っている。このことで民衆の恨みを買い、後に、 失明人氏は放棄した。理事政軍に捕らえられた時に残忍な、殺され方をしている。ご半生では25年にわたって高級にこもり、調整の場には全く姿を現さなかったという。その一方で、文読、慶長の役で突然臨調子断固出兵を主張した、時は大臣をびっくりさせること少なくなかった。 万歴帝の冠無理万歴帝の知性は、民の大敗と乱熟の時期であった。この時期に、外国産の銀が大量に流入したことにより、経済界は公共に湧き、その影響で、文化的には、最盛期を迎え、京徳地における万歴赤絵などの陶磁器の名品が生まれた。万歴帝はこのことに気を良くしていたのだろうが、民の衰退は、明白になっており、 女神の力も増す一方であった。民氏は、明朝は万歴に滅ぶと評している。なお、当時、過去の文献の修正をたた含むため、器用方変の激しかった本蔵項目の検上を受け、これを絶賛して出版への便宜を与えるなど、中国本蔵学の発展への寄与は大きい。民の十三両にある万歴帝の両母、定量は、 1956年5月より1年かけて発掘され、公開されている。これは、中国最初の学術的古代皇帝領母、発掘であった。意外も髪初から血液型が AB 型であることが判明した。秋吉研究、考古学研究を前進させると同時に、考古技術が未熟な中での発掘であったため、大量の文物破壊を招いた。 例えば、密封状態で保存されていた衣服など繊維製品を、発掘後無造作日常に放置したため、急速に参加し変質、崩壊したのである。これ以後、中国政府は21世紀の今日まで古代、皇帝領母の発掘を許可していない。文化大革命初期の百六十六年八月十四日、旧思想、旧文化破棄を掲げる英らにより、量で、 批判会が開かれ、公営兵の弾劾演説の後、保存されていた万歴帝の亡骸は、皇太拳皇后、皇帝大号の亡骸と共にガソリンをかけられ、焼却された。大阪市立東洋当時美術館中国、当時外設系特賃の寛容では、万歴年間には、誤彩の種類は著しく増加。一方民謡では、禁断種や不要種が焼かれた ABCDE、 明人衆実録、ハット ABCDE、釈中氏、政学公師坊氏名、大民、A 思う応募氏名、選挙公師坊氏名、痛み品公師坊氏名。ありがとうございます。